ここからは4、補足説明をします。特捜センターへ来所せず、個別支援学級への入級を判断する方法についてご説明します。特捜センターでの来所相談はせず、個別支援学級への入級の判断を受けることができる制度があります。 次の3つの点が満たされていることが条件ですお子さんと保護者が個別支援学級入級入を希望していおむね1年以内の発達検査の結果がありその結果の IQ 数値が75以下であれば知的障害個別支援学級 IQ 数値が76以上で自閉症等の診断がある場合は自閉症・上記2つの条件に合致していて個別支援学級の入級の希望がある場合学区の小学校の校長との面談で保護者から その旨を伝えていただき、協議の上、両者が合意することが前提となります。特捜センターに出された相談申し込み書を確認させていただき、特捜センターからこちらの手続きをご案内することがあります。また、この方法を希望しても、さまざまな理由から 来所での相談が必要となることもありますのでご了承ください続けて書類審査による個別支援学級への入級の流れについてご説明します学区の校長と面談をして個別支援学級を希望している旨を伝えてくださいその際に、 1>, 1年以内の発達検査の結果を伝え入級申請書の条件に該当するか確認をしてください面談の中で特捜センターへ来所相談を進められることもありますのでご承知おきください学校と合意した後保護者は郵送で相談申し込み書と おおむね1年以内の発達検査の結果を特装センターへ送付します。学校は入級申請書を特装センターへ送付します。特装センターは提出された書類を確認し、個別支援学級が学びの場としてふさわしいのか検討します。場合によっては、 特捜センターへの来所をお願いすすることもあります特センターから検討後就学相談にて個別支援学級の判断について保護者に連絡し合意形成を図ります保護者の同意を得た上で電話と書面で学校へ報告しますその後 保護者と学校が最終確認し、入級が最終決定されます。見学説明会についてご説明します。特別支援学校の見学や説明会に関する情報は、学校のホームページをご確認ください。 特別支援学校への修学を希望する場合は、必ず一度は見学をしてください。一般学級、個別支援学級の見学は、直接学校にお申し込みください。通級指導教室は、見学会を行っていません。 上緒障害通級指導教室利用の判断となったお子さんの保護者を対象に、12月下旬から2月下旬頃に各通級で説明会があります。詳細は相談時にご案内いたします。難聴、言語、弱視の通級は説明会がありません。 個別の教育支援計画及び指導計画についてご説明します。特別支援学校在籍、個別支援学級在籍、通級指導教室の利用、特別支援教室の利用の子さんは、個別の教育支援計画と個別の指導計画を学校が必ず作成します。 個別の教育支援計画は、多機関との連携を図り、一貫して的確な教育的支援を行うための計画です。お子さんの教育的ニーズに応じて、長期的な視点に立って作成します。保護者にも学校から渡されます。個別の指導計画は、 学校全体で適切な指導支援を行うための細かい計画であり、教科等について計画された1年ごとの指導目標や内容、方法等を示したものです。個別の教育支援計画は、お子さん及び保護者とともに作成します。 指定地区外就学制度についてご説明します。ホームページで横浜市学区外就学と検索すると指定地区外就学制度のご案内のページに行くことができます。指定地区外就学制度の詳細につきましては横浜市のホームページを ご確認ください。横浜市では、住民登録している住所地により、通学区域を定め、指定された学校に通学することが原則となっています。個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校に通学することができる。 指定地区外修学という制度があり、いくつかの理由に該当する場合に適用されます。この制度を利用したい場合は、学区の小学校の校長に相談し、承諾を得る必要があります。研究予定がある方へご説明します。横浜市外への 転居予定がある方は、転居予定先の市区町村で就学相談をしてください。市町村ごとに教育相談や教育システムが違います。直接、転居予定先の市区町村教育委員会に問い合わせをし、相談をしてください。横浜市内での転居予定がある方は、 新たな転挙定先の学区の小学校の校長と面談をしてください。面談が難しい場合は、特装センターへお問い合わせください。申し込み書の住所欄へ、新住所〇月〇日よりの記入をお願いします。新住所が決まっていない場合等は、 市内へ転居予定と記入してください。申し込み時に分かる範囲で結構ですので、申し込み書に転居先の住所の記入をお願いします。相談申し込み後、転居が決まった場合は、必ず特装センターへご連絡ください。原則市外への転居の場合は、 相談をキャンセルさせていただきます。就学時健康診断についてご説明します。10月頃に区役所から通知があります。所定の小学校で就学時健康診断を受診します。通知が届く対象は横浜市内に住所がある児童ですので。 特別支援学校をご希望の場合でも通知が届きます。就学時健康診断にあたって心配なことがある場合や受診が難しい場合は保護者から所定の小学校へご相談ください。医療面や体調等の関係から就学時健康診断をご希望されない場合は 所定の小学校に電話をしていただき、特別支援教育総合センターで特別支援学校修学に向けた相談をしています。小学校での就学時健康診断は受けませんとお伝えください。電話がないままですと、小学校から確認の電話が何度もある可能性がありますので、 よろしくお願いいたします。個別支援学級に在籍しているご家庭で、入学準備費や学用品費、通学用品費に該当する物品を購入された場合に、奨励費が支給されることがあります。詳しくはホームページをご確認ください。相談申し込み書についてご説明します。 相談申し込み書及び記入例は特装センターホームページに掲載しています記入にあたっては相談申し込み書記入例をご覧くださいインターネットで検索する際は特捜センターで検索してください記入例を見てもわからない点は 特措センターへご連絡くださいここまで説明させていただきましたがまだまだご不明な点もあるかと思います来所していただいた際には個別に1時間程度教育相談員とお話しする時間があります詳細についてのご質問やご不明点は相談時に 教育相談員にご質問ください。学級種・学校種のご相談は、修学した後でも学校を通じてご相談いただけます。まずは一般学級で学ばせてみたいとお考えの場合は、一般学級に入学後、特別な支援が必要と 実感された時に学校と相談の上相談の申し込みをいただいた方が良い場合もあります。お子さんが学校という新しい環境での生活を始めるということで不安を感じられていることもあるかと思いますがお子さんの持っている力や成長を信じ 力を発揮できるように、学校とともに保護者の方が支援していくことで、スムーズに学校生活がスタートできることもあります。各学校で様々な支援の工夫をしております。校長先生や特別支援教育コーディネーター、担任等との 面談などを通してお子さんの実態について共通理解しお子さんが学校生活を生き生きと楽しく送ることができるようにお子さんへの支援方法を一緒に考えていっていただければと思います。